さあ、来たよ。もう最近ずっとこのパターンばかりなのでちょっと飽きてきたんだけど。はい、アカペイさん、ジャス。次、強さの果てに。グレン城下町に住むアカペイに、今もオルセコ高地、南東のオズの洞窟をネジミさまよう、強戦士レギオンを葬ってほしいと頼まれた。戦士のままでいけば、姿を現すらしい。オルセコ高地南東のオズの洞窟、どこだっけ？これだよね。まだ行ったことがない。オルセココーチってどこ？ちょっと待って。オルセココーチってどこだよ。地図地図地図。どこ？え？あったあった。ここか。ここはじゃあと、バトリーが好き。行きやすいと。ザマ峠。ザマ峠に行くにはゲルト海峡の方に行けばいいのか。ゲルト海峡行くにはどっちだ？グレンデル東。はい、わかった。さあ行くぞ。これからゲルト海峡へ行って、多分ガートランド領を抜けていけば行けるんじゃないかと思ってるんだけど、違ったっけ？なんか不安になってきた。大丈夫かな？まあ、行けるだけ行ってみよう。行ける行ける。よし。オルセココーチ。どっかで、もうちょい先だな。それで、この山の下？この下をくぐって向こうに行く。行けるのかな？通れるとこある？あったっけ？なかったらどうしよう。多分あそこから通れるはず。それでオルセココーチ行って、このクエストのためだけにこんなとこまで来ちゃうっつうのもどうしよう。いや、他のさ、ねえ、キーエンブレムクエスト全く終わってないんだけど、なんかある。あ、まだダメだ、取れない。そう、ほら、ああいうのを開けるための鍵もまだゲットしてない。早く、ちょっとやんないとまずいな。なんかこんな方まで進んじゃっていいのかなっていう気がしてきてるっすよ。だってもうレベル、今いくつだっけ？レベルいくつ今？レベル50。いいのか？まったく。上限解放してレベル55までいけるようになっちゃって。まったく。キーエンブレムまだ全然終わってないの。それで、この？ああ。どっから入るの？オゾの洞窟。まあ、どっからか入れるだろう。いや、マジでどっから入ればいいんだ？この上？え？どっから入んの？こっちか。入り口どこだ、入り口。え、それっぽいのがないんだけど。オゾの洞窟の入り口、ないよね。あれ？ないよ。この下に降りるのかな？やっぱり。え？どこから入れってんだよ。
入り口がないぞ。マジで入り口がわからないよ。ん？やばい、この下？入れる？使うものがいっぱいできる。違うよ、入れないよ。え、どっから入るのじゃあ。え、わかんない。入り口がわからない。どこだ？あ、地図見るとなんとなく入り口っぽいのがある。こっちのマップじゃわかんなかった。はい、こっちのちっちゃいマップ。これを見ると、こっちか。で、使うものがいっぱいで拾えないっていう表示が出てましたように、次はちょっとバックの拡張をしに行かないとまずいっすね。さて、この辺りに、穴が、入り口が、これか？あったわ。それで？どっち行けばいい？どこだ？どこにある？違う。え？これか。いくよ。来たけど。いるのか？何の音だ？どこだ？おう、いたか。強そうだな、強制射撃音、グラーゴーって。やってやるぜ。強いでいこう。ギガスラッシュ。はい、もう一回。全然色が変わりませんよ。強いな、レギュラー。向こうも使ってくるのか。で、魔法使いやばいよ。え、MP が足りない、ごめん。MP がもうない。1しかない。ちょっと待って。全然色変わってないんだけど。やばい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 。勝てる。あ、やっと勝った。いいけど、MP はもうない。普通の攻撃しかできない。39。やばいなぁ。魔法使いが。よいしょ。おい、こら。僧侶のところにも行くな。
そろそろ赤になってくれ。やばい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 。あ、なった。ギガスラッシュを使いたい。あ、死にそう死にそう。あ、大丈夫か。ここで会心の一撃が出ました。ナイスナイス。俺もう一回ぐらい出ればいいんだけど。やめい。まだか。勝てるよ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 。回復薬の方に行ったか。まずいな。行くな行くな行くな。あ、やった。うん、勝ったよ。グー。ああ、倒した。よーし。うん、さあ帰ろう。ただちょっと待って、荷物がね、多すぎるんだよ、本当に。ちょっと、いらないものあったら捨てよう。何がいらない？何いらない？何いらない？コットンソーとかいらないよ。うん。あ、漬物石、これ絶対いらないわ。今んとこいらないし。それから、丈夫な枝、これも捨てよう。はい。しなやかな枝、まあ、これぐらい捨てとけばいいかな。さあ帰るぞ。リレビトがない。どっから出たっけ。どっから出る？おし、出たっす。じゃあ、ルーラ。今俺ルジュレッ間違えた。間違えた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 。さあ、つうわけでグレン城下町到着。これでやっと多分、確か4つ目の職業クエスト終わり。確か5つあるんだっけ。それもまあ受けられるような気はしてきたんだけど、勝てるよね多分それも。やったー。これで、戦士はとりあえず、完全にマスターしたことになるのかな？ 5 つ終われば、あと1つ終われば。そしたらさ、次は、武闘家に、一応武闘家もある程度レベルは上がってるんで、武闘家の職業クエストをこなして、最終的にはバトルマスターね。バトルマスター目指してやっていこうかななんて。いやーなんか、結構サクサクいっちゃってるんで、バトルマスターまでいっちゃうのも早いんじゃないの？そっから先なんか新しい職業あるのかな？あればそっちになることも考えていこう。考えていこう。バトルマスター以上の、選手系の職業、全職、何があるんだろう。
あ、パラディンとかも覚えたいわ。まあいいや、とりあえず、帰ってきたよ、じいちゃん。えいしょ。しょ、うん。いえいえ、どういたしまして。ん？新しい力が。へぇ。ああ。必殺技、会心ヒッチを覚えた。お。会心の一撃の7倍のダメージ、すげえじゃん。へぇ。やった。えい、クリア。強さの果て。うん。さあ、次回予告。これ多分最終回ね。やつを倒せば、誠の戦士となりましょう。きっついわな。戦うたびに強さを増す、深き闇でございます。ギシャー。あ、一緒に行くの？戦士の、え？道は押してください。え？真の敵は？大子は？最終回？どうだろう？まだ続きがある？はい、クエストリストに新しいクエストがつ、わかったよ。わかったよ、わかったよ、わかった。はい、というわけで今回はとりあえずこんなところで一旦終わりにします。さあ、最後、多分最後の、次が最後の職業クエストいけるかな。まあそれもう頑張ってやっていこうと思います。というわけで、まあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあまた、バイバイ。